どうも、ウルマです。本日の動画ですね、もう2013年ももうね、年末に差し掛かってきまして、もう1年終わっちゃいますよね。でね、このタイミングでちょっと動画にしときたい内容があったので、本日は動画を撮っているんですけど、やっぱりですね、この年末から年始に向けてもう日本全体でね、盛り上がるコンテンツっていうのがやっぱり福袋ですよね。もう自分自身がですね、これはもう宣言ができるんですけど、ファッション YouTube 界の中でもう一番福袋を開けてる人がございまして、それこそ自分の個人チャンネルもそうですし、まあ、自分が所属してるこちらですね、はい、スプチャンネルの方でも毎年いろんなブランド、いろんなショップさんのですね、福袋を開封しておりまして、そちらをですね、動画で、もう臨場感ある感じですね、中身を開封してるわけなんですけども、やっぱりですね、毎年この時期になると、まあ、どこの福袋がおすすめですかとか、まあ、どんな福袋を買えばいいですかとか、そういった質問でね、ほんと多くいただくんですよね。なので、これから特に年始に向けてですね、いろんなところから福袋が出るわけなんですけれども、まあ、そもそも今世の中にはどんな福袋があるのかっていうところと、まあ、それぞれの福袋の特性だったりとか注意点。そういったところですね、今回自分の方でまとめさせていただければなと思っております。先ほど言ったように、膨大な数の福袋を見てきたり、それこそ自分が店のショップでも福袋を販売したりとか、それこそ日本でトップクラスにファッション系の福袋にはですね、製造してる自信がありますので、まあ、早速ですね、世の中にはどんな福袋があるかってところと、まあ、それぞれのおすすめポイントだったりとか注意点というところをお話ししていこうかなと思います。はい、というわけでですね、それぞれの福袋の特性の部分を話す前に、最近の福袋の売り方についてのところをですね、まずは今おさらいをしていこうかと思うんですけど、皆様福袋って売り方についてはどんなイメージをお持ちですかね。例えば在庫処分だったりとか、まあ、そんなイメージを持つ方もいると思うんですけど、最近はですね、一概にそうとは言えなくて、まあ、先ほど言ったようにですね、各ショップの売れ残りだったりとか、まあ、いろんな理由で販売できなかったものとか、そういったものを福袋に入れるってことが多いんですけど、まあ、最近は、まあ、売れ残りとかじゃなくて、福袋より物を作るってことも多いんですよ。なので福袋っていう名義ではあるんですけど、あとセット販売とか、そういった、ね、要素も強くなってるっていうのが最近の福袋のトレンドなんじゃないかなと思います。なんなら最近は福袋に作って、なんなら中身を公開とか、そんな売り方も結構ね、増えてるんじゃないかなと思います。まあ、そんな、ね、最近の売り方のところはご説明は以上といたしまして、まず一つ目のジャンルからですね、まあ、こんな福袋があるよってところをご紹介したことを思うんですけども、まず一つ目のジャンルがですね、大手セレクトショップの福袋でございます。まあ、ショップで言うと有名なところで言うとナノユニバースさんだったりとか、あとウィークスターさんとか、そういったところからですね、有名なのがありまして、それこそ大手のセレクトショップさんっていろいろあるじゃないですか。ビームスとかアローズ、それこそさっき言ったようなナノユニバースとかウィークスストア、まあ、いろんなショップがあるんですけど、まあ、ビームスとかアローズってあんまり福袋やるイメージがなくて、特にこの大手のセレクトショップさんの中で言うとナノユニバースさんとウィークスターさんが結構力を入れて販売したところがありまして、これはもう毎年販売されますよね。で、その大手のセレクトショップさんの福袋の特徴で言うと、これがですね、さっき言ったようにこれ福袋用に作ってるところが多くて、まあ、ここ数年の実績で言うとナノユニバースさんに関してもフリックスストアさんに関しても、もう店舗の在庫とかじゃなくて福袋に作ったものを入れてるっていうのが特徴ですね。まあ、価格で言うと1万5000円から3万円ぐらいでですね、結構まとめて販売することが多くて、それこそアウターからインナーニットとかスウェットとかね、あとはパンツとか、トータルでコーディネートを組める福袋を作ってるのが特徴ですね。こちらのですね、大手セレクトショップの福袋の特徴としましては、これね、まず大事な部分、福袋で当たり外れがあるところがあるじゃないですか。この大手セレクトショップさんが作る福袋って外れが少ないんですよね。最初からこの福袋で作ってるところがあるので、バランスとか着こなしとかそういったものを考えるので、うわ、これ買わなきゃよかったとか、そういったところはですね、なかなか感じることがないんですけども、逆にデメリットの部分で言うと、大当たりもないっていうところが特徴で、まあ、その価格を出せばそれなりに買えるんじゃないかって内容が、まあ、ちょっとコストパフォーマンスがいいぐらいの内容でですね、結構入ってることが多くて、まあ、あとはですね、まあ、ここは特徴的な部分なんですけども、まあ、フリークストアさんとかナノユニバースさんとか、もともとここを使ってる方から見ても、これ福袋のアイテムに関してはですね、結構ベーシックというかファッションビギナー向けのアイテムが多かったりもするので、もうちょっと服好きの方とかが買うとちょっと物足りないとか、結構シンプルすぎるとかで、もうすでに持ってるよとか、そういうアイテムが多かったりもするので、まあ、そこは注意点かもしれないですね。まあ、ただ先ほど言ったように、やっぱ福袋って失敗があるかもしれないとか、そういったものがね、結構皆さんも警戒しながらですね、選ぶことも多いと思うんですけど、まあ、外れが出づらいっていうところは、そこはですね、一個特徴かなと思いますので、ぜひですね、そちらも参考にしながら、まあ、どんな福袋を買うかとかね、選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、自分的にはですね、この大手のセレクトショップさんの福袋に関しては、やっぱ日本特有の福袋の売り方ってあるんですよ。まあ、福袋のワード自体が強いので、まあ、その福袋の商戦にしっかり乗っかった物販をしてるのがこちらのショップさんっていうイメージがありますので、まあ、在庫消化っていうよりかはより売り上げ伸ばそうとか、そういった施策のね、アイテムなんじゃないかなと思っております。はい、というわけで一つ目のジャンルが大手セレクトショップさん福袋というわけだったんですけれども、二つ目のジャンルの方にご紹介を移っていこうかなと思います。で、二つ目のジャンル
ャンルがですね、ここが最近福袋業界の中で一番盛り上がっているジャンルなんじゃないかと思うんですけれども、2つ目のカテゴリーがアウトレット系福袋でございます。こちらがですね、皆さんも日々行くことが多い機会のね、これアウトレットと思うんですけど、例えば普通の路面店とか実店舗とかそういったところでは福袋やってないんですけど、これアウトレット店だけでやってる福袋っていうのが結構限定で展開されてることが多くて、ここが一番盛り上がってるんじゃないですかね。それこそちょっと昔まではルミネとかそういったところはね、福袋とか毎年初売りで売るとかあるんですけど、最近はルミネとかでも福袋の販売があまりないんですよ。まあ、逆にアウトレットで限定で展開されてることが多くて、まあ、特にですね、福袋今年何かしら欲しいとかいろんなねバリエーション見たいって方はルミネとか丸いとかそういったショッピングモールではなくて、まあ、アウトレットに行っていただければもういろんなバリエーションで選ぶことができるので、まあ、いろんな中から選ぶって方は結構初売りでねアウトレットに行って福袋を探すのが結構おすすめなんじゃないかなと思っております。でですね、アウトレット系に関しては本当にいろんな福袋が出ておりまして、まあ、有名なところで言うと、まあ、毎年開けてるのはこちらですね。はい、まあ、コーチの福袋とか、こちらもですね、まあ、実店舗とかそういったところでは販売されてなかったりするんですけど、アウトレット限定でコーチの福袋に関してはですね、結構販売されてることが多くて、毎年いろんな YouTuber さんが開けてるこの開封してるですね、このコーチの福袋に関しては基本的にアウトレットで販売されてるものが多いですね。まあ、これも店舗で販売されてるものもあるし、福袋で作ってるものもあるので、まあ、ここも注意が必要ですね。まあ、あとはですね、見たことがあるところで言うと、例えばこちら、はい、チャンピオンのね福袋だったりとか、あとはこちらプーマとか、あとはリーバイス、あとは有名なところで言うとアディダスさんですね。こちらも結構アウトレット限定で福袋売れたことが多くて、まあ、有名なところで言うとこちらですね。はい、アディカムっていう福袋があるんですけど、こちらがですね結構アウトレット限定で展開されることが多いですね。まあ、この名前の通りアディダスの缶に入った、まあ、福袋とかセット販売のものがあるんですけど、毎年人気で、まあ、リリースされるとですね、まあ、販売初日に完売するぐらい人気のコンテンツですね。であとはこちら、はい、ノースペースさんとかもいろんなね告知とかいろんなものを見ると、各店舗で少量ではあるんですけど、ノースペース公式で福袋を出すこともですね、まれにあったりもするので、ここは結構狙い目かもしれないですね。でね、先ほど言ったようにこれアウトレット系の福袋のいいところで言うと、まあ一番バリエーションがまず見れるってところがまずおすすめポイントで、あとはですねこちらもやっぱ人気コンテンツ、皆さんがですねより求めてくるねところではありますので、比較的安定感もあるかなっていう印象ですね。毎年自分何かしらこのアウトレットで販売されてる福袋を開けるんですけど、まあ例えばリーバイスの福袋だったりとか、あとはプーマとか、そういったスポーツブランドとか結構有名ブランドの福袋をアウトレットで買うと結構得することが多いですね。特にリーバイスはすごいですね。若干ね毎年値段が違うところはあるんですけど、リーバイスの福袋に関してはしかも自分で選べたりとかもするので、セット販売の要素が強いのかなもありますし、先ほど言ったようにアディダスとかね、多分福袋業界の中でも結構トップクラスにセールスも高いし有名なところではあるんですけど、やっぱ有名なところの福袋って失敗があんまないってところがあるんですよ。それこそ毎年 YouTube とかいろんな SNS でですね、中身が公開されることが多いじゃないですか。っていうところもあるから、もう世に出しても全然大丈夫なレベルで作ってくるところがありますので、迷ったら有名な福袋を買うと致命傷を負うことはあんまないんじゃないかなと思うのが自分的な印象ですね。ただですね、安定感はあると言っても、自分自身もですねこれアウトレットの福袋いろいろ買ったりもするんですけど、結構ね良くないものもあったりもするので、まあ、大手のセレクトショップさん、先ほど紹介した大手のセレクトショップの福袋と比べると、まあ、安定感に関しては若干欠くかなと思うんですけど、ただですねお買い得なものが比較的多い印象なので、もし気になった方はですねそちらのカテゴリー見てもらったらいいんじゃないかなと思います。やっぱ初売りでねアウトレット行くと、それこそちょっとしたドライブにもなりますし、あとはねいろんなショップの初売りとか、それと福袋以外でもですね結構楽しかったりするので、やっぱ初売りやっぱアウトレットに行くっていうのが結構毎年のね福付けの方は定番のコンテンツなんじゃないかなと思っております。はい、というわけでアウトレット系の福袋の説明は以上といたしまして、続いてのジャンルの方に移っていこうと思います。続いての福袋なんですけれども、楽天系、バイマ系、アマゾン系の福袋でございます。こちらの福袋の特徴が基本的には、まあ、大手のショップさんとかも一部あったりするんですけれども、楽天だったりバイマだったりアマゾンって結構個人で出店してる方も多いので、まあ、個人で福袋を組んで販売してる方が結構多いんですよ。あとはショップであっても結構小資本だったりとか、結構コンパクトにやられてるお店さんがですねやることが多くて、自分的にいろんな福袋を見てきてるんですけれども、ここの楽天バイマ系アマゾン系の福袋が、まあ、個人でやっているとか、まあ、小資本でやってる福袋のコンテンツだからこそ、まあ、当たりもあるんですけど、一番闇が深い印象で、結構ね顔が見えない場合があるんですよ。まあ、誰がやって誰が販売してるのかっていうのが結構分かりづらいジャンルではあるので、まあ、過去に自分のチャンネルでも例えばこんな福袋とかね、あとはこんな福袋とか、まあ、楽天とかバイマとかね、あとアマゾンにも買ったことがあるんですけど、結構とんでもないものが入ったりもして、いやこの金額でそれしか入ってないのとか、あとはもうセール価格で買ったら全然この福袋の価格よりも安く買えるじゃんとか、あとアマゾンに関しては一回偽物も届いたりとか
かね、そんな内容もあったりもするので、結構ね、闇が深いのも特徴ですね。なので、先ほど言ったように個人でやってるからこそではあるんですけど、ものすごいですね、良くも悪くも、ほんと在庫消化とか、これで現金化しようっていうですね、この販売者側の結構意図があったりもするので、もう利益よりもとりあえず現金化ってところがあるから、とんでもない当たりもあるんですよ。この金額でこんな入ってんのみたいな。まあ、個人の裁量で組めたりもするから、そういった要素があるんですけど、逆に言ったように、誰も管理しないからこそ、とんでもないものが届いて、かつちょっと売り逃げみたいな、もう来年行ったらそのショップないみたいなね、売り方も結構あったりもするので、初心者の方は結構楽天とかバイマとかアマゾンとかそういったところで福袋を買うのは、ちょっと注意が必要かもしれないですね。あとは、楽天とかバイマの特徴的なところで言うと、例えば有名ブランドですね、ノースペースだったりとか、アディダス、あとはシュプリームとかステューシーとか、いろんなね、福袋あるんですよ。これって、ブランドでまとめた福袋あるんですけども、ブランドの公式が出してるわけではないんですよね。結構ね、ブランド公式って、例えばシュプリームとかステューシーとか福袋やらないじゃないですか。ノースペースに関しても、アウトレットとか一部の店舗ではあるんですけど、あんまり数は多くないんですけど、ただ楽天とかバイマとかそういったところでは結構人気コンテンツとして毎年販売されてるところはあるんですよね。いや、ここもね、毎年開けてるけど、なんかたまに当たりあるんですけどね、とんでもない。ただ、これひどいな、みたいな悩みもあったりもするので、まあ自分、まあ個人的にはさっき言ったように、この楽天バイマ、アマゾンに関しては福袋初心者の方は、まず、一番最初は手を出さない方がいいのかなっていうものが特徴ですね。まあただですね、メリットのところで言うと、先ほど言ったように、ブランドの公式が出さないようなね、ブランドの福袋2つ買うことができますので、結構そこは面白いかもしれないですね。それこそ、シュプリームの福袋って公式で絶対出ないじゃないですか。まあシュプリームでセールはあるんですけど、福袋はないんですよね。まあそういった、普段好きだけど福袋やらないようなね、ブランドがあったりすれば、今のようなショッピングモールとかね、ショッピングサイトで、まあ選んでみるっていうのも一つね、楽しいかもしれないですね。まあただね、本当に選ぶときは、どんなショップがやってて、まあどんな出品者が販売してるかってところをしっかり調べてから、まあ買うっていうのがおすすめです。はい、それでは続いてのカテゴリーなんですけれども、続いてのカテゴリーでラストになります。最後のジャンルなんですけれども、ドメスティックブランド、インポートブランドの、セレクトショップ系福袋でございます。ですね、ここのカテゴリーが普段このチャンネルを見てる方が一番楽しめるような内容になってるんじゃないかと思いまして、まあこちらもですね、例えば店舗で言うと、自分のチャンネルで言うとこちら、はい、例えばグレートさんだったりとか、あとは有名なところで言うと、アマノジャックさんだったりとか、アークネスさん、あとはロフトマンさんとかね、そういったいろんなセレクトショップさんの福袋があるんですけれども、まあ、こちらがね、もう古き良き福袋というか、もうスリルもあるし、ギャンブル性もあるんですけど、とんでもない当たりも混じってるっていうのが特徴ですね。一番最初に紹介したような大手セレクトショップさん、例えばフリックスストアゾーンやネイバースとか、ここに関しては、先ほど言ったように福袋に作ってるんですよね。ただ、今紹介してるような福袋に関しては、福袋に物を作るところではなくて、まあ、純粋にセレクトしてるブランドをガッとまとめてですね、福袋販売することが多いので、それこそ自分が普段好きで利用しているショップさんであればあるほど、まあ、好きな系統のブランドがまとまってることが多いので、まあ、例えばですね、自分過去買った中で言うと、福袋の中にバーバリーが入ってたりとか、あとエッセンシャルとか入ってたりとか、まあ、いろんなね、ハイブランドとかインポートブランドが入ってることが多数あるんですけど、ただですね、こちらに関しても、ほんとギャンブル性が高いし、かつ金額も高かったりもするんですよね。自分去年買った福袋の中で言うとこちら、はい、グレートさんの福袋に関しては50万円で200万円っていうですね、福袋を買ったんですけど、いやーね、もしよろしければで見てもらいたいんですけど、ものすごいスリルがあった福袋で、ぜひね、今年もちょっと買いたいなと思ってるんですけど、ただですね、ギャンブル性も多少あるんですけど、ここのショップに関しても、比較的大手のセレクトショップさんに比べると、まあ、在庫消化っていう名目はあるんですけど、基本的には結構現金化とか、そういったところをですね、重きを置いてやってるところがあるので、払う金額よりもお得なものが届くっていうのは結構あったりもするので、まあ、もちろんですね、売れ残りとかそういったものを純粋に詰めてるところもあるので、まあ、好き嫌いが分かれるものが届くことがあるんですけど、まあね、結構ね、高い金額の福袋を買ったりすると、まあ、個別でフリマアプリとかそういったもので売ったりすると結構元が取れたりとか、まあ、着るものだけ抜いて、まあ、それ以外は結構売りに出しちゃうとか、そういった器用にですね、福袋を利用する方も多いみたいなので、まあ、ここら辺は自分自身もね、今年もいくつか買ってる福袋があるので、まあ、年始向けでですね、いろいろ開けていこうかなと思っております。ただですね、先ほど言ったようなセレクトショップの福袋って毎年人気だったりもするので、特にですね、セレクトショップの福袋を欲しいって方に関しては、まあ、毎年年末になったタイミングで各社さんのね、SNS だったりとか、まあ、店舗の告知とか見ると、まあ、事前販売だったりとか、事前予約とか、そういったところですね、結構販売することが多いので、ぜひですね、まあ、チェックしてもらえたらなと思います。はい、といった感じですね。このファッション YouTube 界の中で、まあ、一番福袋を開けてる自分自身がですね、まあ、最近の福袋の傾向だったりとか、まあ、どんな内容が入ってるかってところを、簡単にまとめさせていただきました。まあ、こちらの参考にしながらですね、この年末年始に向けて、まあ、気になる福袋とかで選んでいただければ、まあ、少しでもね、失敗が減るんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、こちらの動画参考になれば嬉しく思っております。まあ、あとはですね、このチャンネルに関しましては、この年末から年始に向けてですね、まあ、多数福袋も今年も買っておりますし、あとは自分
が所属しているスプチャンネルの方に関しても今年もですね、力を入れて福袋を開封してまいりますので、まあ、ぜひですね、これから特に福袋ウィークになってくるので、まあ、いろんなね、ショップの福袋とか、それこそめちゃくちゃ高い福袋も今年購入しておりますので、もしですね、そちら楽しみにしていただける方は、まあ、チャンネル登録をしてですね、待っていただけたら嬉しいです。まあ、あとはですね、冒頭で言ったところではあるんですけど、自分の見知るショップのですね、オープレックスに関しても、毎年ですね、年始に向けては福袋を販売しておりまして、そちらもですね、毎年ご好評いただく福袋のやつとなっておりますので、そちらもですね、年始で販売予定なので、そちらもですね、近々告知の方出させていこうかなと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしてもらったら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画は説明の参考などとか、面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分の TikTok と Instagram のアカウントも貼っておりまして、日々ファッションのニュースだったりとか、日々の企画とかそちらに載せているので、そちらもチェックしてもらったら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。